サッカー日本代表、北朝鮮を2対1で下し準決勝進出。青、北朝鮮は試合後、審判に詰め寄る。U22 日本代表は10月1日、中国の杭州で開催されているアジア競技大会の準々決勝で北朝鮮と対戦。2-1 で勝利を収めた。立ち上がりは相手の縦に速い攻撃に苦戦。ボックス内まで攻め込まれ、何度かピンチを迎えたが、粘り強く守る。徐々にボールを握る時間を作ると、テンポよく繋いで隙を伺う。しかし、相手の守備ブロックを崩しきれず、なかなかフィニッシュまで持ち込めない。24分、佐藤恵允がペナルティエリア手前左から放った強烈なシュートは、GK に防がれた。逆に速攻からミドルシュートを打たれた場面では、GK、藤田和樹が右手一本でスーパーセーブ。試合はスコアレスで折り返した。後半はペースをつかむと、51分に内野幸太郎の今大会3ゴール目でついに先制。馬場誠也のサイドチェンジに反応した佐藤が、ペナルティエリア左から折り返すと、走り込んだ内野が左足でゴールに流し込んだ。しかし74分、キム・クボムに強烈なミドルシュートを決められ、追いつかれる。それでも、その4分後、佐藤のスルーパスに抜け出した西川潤が、ペナルティエリア内で GK に倒され、PK を獲得。これをキッカーの松村優太が、冷静に左足で決めた。日本はこのリードを最後まで守り抜き、ベスト4進出を果たした。終わって審判に詰め寄っていた北朝鮮選手は、何を起こっていたのでしょうか？ロスタイムの時間。審判団に詰め寄る北朝鮮代表。どこまでもスポーツマンシップに欠けるチームだった。勝ってほっとしたが、選手生命を奪われかねない悪質なファールばかりで後味悪い試合だった。日本代表よくやった。ひき肉パワーやね。とか書いてたら、北朝鮮の選手がヒートアップして審判団に詰め寄ってた。日本に負けたことで、帰国したらひどい目に遭うとかなかったら良いけど。野蛮人のたわごとだ気にするな。